皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日はこちら TS 第4弾を予想していこうというふうに思います。はい、というわけでですね、あんまり最近やってなかったんですけど、TSOB の予想っていうところですね。本当はね、TS 第1弾の時からまたやろうかなというふうには思ってたんですけど、まあちょっとタイミングとかがね、合わずできなかったんですけど、今回ですね、予想できそうなんでやっていこうかなというところです。普段はですね、いろんな純正やっているので、ぜひ興味のある方はですね、チャンネル登録してみていただけると嬉しいです。それでは早速、予想していくんですけど、ちょっとその前に前提を話しておこうかなというところです。予想ね、昔はやってたんですけど、昔っていうか多分1年前くらいね、やってたと思うんですけど、1年くらいね、やってないんですよね。っていうのも、まああんまり予想面白くないなっていうところだったりがありました。まあどうせ当たらんしみたいな感じでね、あんまり予想しても面白くなかったんですけど、まあ今回ね予想しようかなというふうに思ったのが、選手のことについて話せば面白いんじゃないかなというところで、予想じゃなくてね、あの各球団 TS の選手出てきてほしいような選手をですね話していこうかなという感じです。まあ一応ね予想はして、その選手は選んでいるので、まあただ結構リアタイ的に使える選手とか、まあそういった選手がね多くなっちゃうのかなというところで、まあ全体的に見たらね、あの豪華すぎるって感じになるかもしれないんですけど、まあ一応予想っていう形でね、あんまり球団のバランスとか考えず予想していこうかなというふうに思っております。まあそういったところを加味してみていただけると嬉しいです。それでは早速オリックスからいきましょう。はい、まずオリックスは田口選手予想しようかなというふうに思います。はい、というわけですね、まあ田口選手は何といっても守備ですね、まあ、打撃ステータスもそこそこ高いんですね。一応ミート型にもできるっていう感じで、もうちょっと低いのかなというふうに思ってたんですけど、で中段道っていう形ですね。でまあ守備っていうところがね、全部 A で守れると、まあここかなり強いのかなというふうに思っていて、まあ特にレフト A とかはかなり貴重なんじゃないかなというふうに思います。でまあ守備も積極で、補給スローイング型もねかなり数値いいので、まあここかなり強いところかなというふうに思います。でまあ特殊能力がチャンス20丸、守備職人走塁っていうところで、チャンス20丸あるんですね。まあ今年もねオリックスでコーチされてると思うので、監督かな、2軍監督やったかなっていう感じでね、うん、登場可能性はあるので、2年ぶりかな、まあ、かなりここ登場したら嬉しい人多いんじゃないかなと。自分もねオリックス純正やってて、かなりここは欲しいところかなというふうに思います。では次行きましょう。はい、ホークスは今宮さん予想します。まあ出ないよなっていう感じではあるんですよね。まあ去年ね、打撃だけで言ったらキャリアハイなんじゃないですか、打率っていうところはね。っていうところで、まあまだ登場しないのかなっていう感じだったり、まあただ坂本選手とか登場してるからね、全然まあ可能性としてはあるのかなっていう感じだったりで、まあ今回ね予想をしていくんですけど、まあどうかな、これで出るか分かんない。打撃ステータスとかはあんまり個人的には期待してないっていう形で、守備ですね、なんといってもここね、守備適性の今宮選手欲しいなっていう感じです。割とホークスショート守備 B っていう選手は多いんですけど、なんかもう全員似たり寄ったりの守備してるんですよね。っていうところで、まあ頭一つ抜けるショートが個人的には欲しいなっていうふうには思っているので、まあ今宮選手ね、出てくるなら守備適性 A かなというふうに個人的には思っているので、まあ、そういったところで、まあ全然今年登場可能性あると思いますし、うん、登場してきてくれたらかなり個人的には嬉しいなと。守備適性 A でね出てきてくれたら嬉しいなっていう感じですね。特能とかもねチャンスとかつきそうでもありますしね。まあわかんない、この年かわかんないけど、多分この年かな、まあ、自己最高の打撃成績って書いてあるので、まあこの年かな、出るとしたら。なんでまあこのステータスとかにはなるとは思うんですけど、まあ本当にリアタイ的には守備 A の方が使いやすいと思います。まあホークスショート割と代打出すポジションだったりするので、まあ、守備要員としてこの今宮選手はかなり優秀なんじゃないかなというふうに思います。では次行きましょう。はい、西武は中島選手ですね。いやここはね分かんない、正直言ってマジで分かんないところなんですけど、侍の2009か2006かで出てますよね。ちょっと直近で出てるのって、まあ、今年 TSA 出るのかな、どうなのかなっていう感じではあります。うん、そこはちゃんと加味してね今回選んでるんですけど、まあいうところで言うと、今年松井稼頭選手は楽天なのかなっていうふうに思ったり、まあ、中島選手今年 TS の周期ではあったので、うん、出てほしいなっていう感じですね。侍はね本当に取りにくかったですよね。っていうのもありますし、能力も多少違うのかな、ちょっと分かんないですけど、まあこの中島選手来てくれたら個人的にはかなり熱いなというところですね。まあ、TS ですね、ちょっとこの写真はセレクションなんですけど、ちょっとなんか前持ってたっぽいのでホークスでね、まあ中島選手来てくれたらね、アーティストで広角で、まあ守備もそこそこいいですよね、66っていうところって。まあ全然1試合任されるショートなのかなというふうに思っているので、西武純正かなり欲しいんじゃないかなっていうところですね。まあアーティスト広角っていうだけでね、かなり価値は高いので、まあ、ここはかなり欲しい人多いんじゃないかなっていう感じですね。では次行きましょう。続いて楽天は斉藤隆選手予想いたしますというところで、能力は976、制球63、スタミナ58っていうところですね。球種とかが強くて、ストレート、高速スライダー、カーブ、フォークに
ツーシームというところって、まあ、高速スライダーとかでカウントが取れたりツーシームフォークだったりするので、まあ、ここは強いのかなというふうに思います。で、まあ、煙突5回したら抑えもいけるっていう形ですね。でここ強いですね。超大ピンチ持っているので、まあ、かなり楽天純正登場したらですね必須選手になるんではないのかなというふうに思ってるんですけど、ここかなり前ですよね。2020年に登場しているのって1回 OB 対象になったりでも今横浜でコーチされてますよねっていうところで、まあ、TS 対象なのって久々楽天で出てきてくれないかなっていう感じですね。楽天横浜横浜っていう形でね横浜が続いているのってまあここを登場してきてくれたらかなり個人的には楽天純正欲しいなというふうに思っております。では次行きましょう。はい、ロッテは今江さんを予想しますというところで、今井さん楽天でコーチされてますよねっていうところでね、今年はロッテ版で欲しいなというふうに思いますね。能力見ていくと弾道ラインドライブミート82パワー69走力65っていうところです。で、まあ、適性もね高くて73と捕球65スローイング67肩が68とで守備が積極とで特能めっちゃ強いですね。チャンス20丸ラインドライブ流し打ちっていうところでめちゃくちゃバランスよく能力上げてくれますね。ここかなり強いんじゃないかなというふうに思っております。で、まあ、去年はね楽天で登場しましたねっていうところで、まあ、今年はロッテで登場するんじゃないのかなというところで、楽天版ねめちゃくちゃ打ちやすいんですよ個人的には、うん、ラインドライブチャンスだけなんですけどっていうところで、まあこっちの今井選手自分ロッテ純正もやっているので、うん、この今井選手来たらかなり欲しいなっていうふうには思ってますね。守備もいいんでね、うん、かなり使い勝手とか、まあ、使用感としてもかなりいいんじゃないかなというふうに予想しておりますというところで、ロッテ純正かなり欲しい方多いんじゃないかなというところですね。去年登場してないんでね久々登場してほしいなというところです。では次行きましょう。日ハムは金子誠選手を予想しますというところで、ちょっとねポジションかぶっちゃってるんですよね。中島選手出ましたよねっていうところでちょっとまあないかなというふうにも思うんですけど、あってもいいんじゃないのっていうところで予想します。中島選手ねあのセカンドも一応守れるんですよね B でっていうところで、まあ、全然あってもおかしくないのかなと。金子選手も守れますよね確か。まあ、能力見ていきましょう。弾道中弾道ミート78パワー69走力68っていうところですね。うん、ほら守れますというところで、ショート適性が A まで行くとセカンドも B、うん、なんかめっちゃ似てるから、うん、絶対ないなと思ってきますけど、まあちょっと今回は予想かっこ仮なんでなんとか見過ごしてくださいというところで、うん、守備も良くてね適性も A まで行くのでかなり強いんじゃないかなというところですね。で、まあ、補給スローイングかなり高いと肩も最低限という感じですね。で、まあ、特殊能力がチャンス20まで流し打ち守備職人というところで、まあ、しっかりね能力上げてくれるので、まあ、バッティングっていうところもですね期待値高いんじゃないかなというところですね。まあ、打てるショートっていう感じではあるとは思うので、いやーないかなさすがに、うん、ショートを出てますしね、まあ、ちょっとね個人的に中島選手日ハム純正でね取れてなかったのって金子選手欲しいなと思っちゃいますね今。はい、というところで今回は金子選手で予想しますという形ですね。では次行きましょう。続いてヤクルトは畠山選手予想しますというところで、能力見ていきましょう。弾道ラインドライブミート69パワー78走力51っていう形ですね。で、まあ、守備適性もかなりいいですね。特殊で B まで行くっていうところで、守備の期待値もかなり高いんじゃないかなというところですね。補給もそこそこと。で、特殊能力がチャンス20丸ラインドライブプルヒッターというところってかなりね能力上げてくれますね。パワーもめちゃくちゃ上げてくれるのって、まあここ使用がいいんじゃないかなというふうに思います。プルヒのラインドライブあんまり気にならないんじゃないかなというふうには思うので、まあそういったところでねしっかり能力上げてくれるというところで、かなり使用感としてもいいんじゃないかなという感じの選手ですね。うん、ここも2021が最後かなというところで、去年は登場してないので、まあ、今年登場の可能性あるのかなという感じですね。個人的には登場してほしいなというふうに思っております。では次行きましょう。続いて DeNA は春選手を予想しますというところで、能力見ていきましょう。弾道中弾道ミート78パワー71走力76っていうところですね。でも適性かなり優秀で外野全部 B で守れるというところですね。まあ、ここは非常に使いやすいのかなというふうに思います。まあ、割と横浜って守備がいい外野の選手って、まあ、あんまりいないのかなというふうなイメージなので、まあ、割と打撃に振った選手が多いのかなというふうに思うので、まあ、守備要員とかで置いておいても嬉しいのかなという感じですね。イメージですけどね、本当に分かんない。でも特殊能力が固め打ちチャンス連打っていうところって、まあ、一応2番とかに置いてあげると固め打ちとか連打どっちも出るっていう感じではあるのかな、チャンスもね。まあそういった形で打撃っていうよりかはどっちかといえば守備ですね。こんだけ優秀な守備持っているので、ステータスもねかなり良くて補給スローイング型もいいので全然打席立たせてもいいとは思いますけど、まあ、割と横浜外野
ね、打撃強い選手多いのって、まあ、守備要因として置いていくといいんじゃないかなっていう感じですね。うん、まあここから登場してないですね。2019年から登場してないのって、まあ、春選手欲しい人多いんじゃないかなっていう感じですね。では次行きましょう。続いて阪神は福原選手予想しますというところで能力見ていきましょう。9位80、制球76、スタミナ60っていうところですね。で、まあ、球種見ていくとストレート、カットボール、スローカーブ、フォークにシュートと、でスライダーっていう感じですね。まあ、球種はぼちぼちなのかなというふうに思うんですけど、超大ピンチ持っているっていう感じですね。超大ピンチ切れ打たれ強さっていうところで、まあ、この超大ピンチ発動時はねかなり打ちづらいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、個人的にねちょっとここを取り逃してるんですよね。取れなかったっていうか、阪神純正前無課金でやっててね、ここをスルーしたんですけど、まあ、かなりね後になってほしいなっていうふうに思っちゃったんですよね。というところでちょっと今回予想しますという感じですね。まあ変化球ぼちぼちで、これにね超大ピンチが合わさることによってかなり強いんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、ここ登場してほしいなっていう感じです。まあなんか福原さん先発で登場したこともあるんですよね。ちょっとこっちだとうーんって感じなので、まあ個人的には中継ぎの方で登場してほしいなっていう感じですね。では次行きましょう。続いて巨人は久保選手予想しますというところって、これ去年か、去年楽天で登場してたんですねっていう感じで、ちょっとあんまり覚えてなかったなっていう感じですけど、巨人版もねかなり強いのでここ予想しますというところで能力見ていきましょう。9位79、制球74、スタミナ65っていうところです。で、まあ、球種見ていくとストレート、スライダー、カーブ、フォークにツーシーム、カットボール、チェンジアップというところで、まあ、スラカットだったりツーシーム、フォークだったりねで攻めれるんじゃないかなというふうに思います。で、まあかなり適性も優秀ですね。で、まあ特殊能力が強くて、超大ピンチ20丸切れ奪三振っていうところって、まあ、超大ピンチ持ってるんでね、まあ久保選手はかなり必須級な投手なのかなというふうには思うので、まあここ巨人純正の方ね去年登場してないのって欲しい方多いんじゃないかなっていうところですね。自分も巨人純正やってないんですけど、やってたら欲しいなっていうふうに思う選手です。では次行きましょう。はい、続いて広島は新井選手予想しますというところで、ここもね中島選手に引き続き侍2000、これ何年だ、どっちから見ればいいか分かんないけど多分6かな、2006年というところで登場してるんですけど、いやここはちょっと例外にしてほしいですねっていう感じで予想します。能力見ていきましょう。弾道ライン、ドライブ、ミート78、パワー82、走力65っていうところですね。でも多分これじゃねえわ出るとしたらこっちですかね。能力見ていきましょう。弾道ライン、ドライブ、ミート78、パワー83、走力65っていうところです。で、まあ、適正がサードで55っていうところですね。でファーストは58で守れるっていう形です。特殊能力が強くて、超広角、ライン、ドライブ、回連発っていうところ、まあここはラインドライブになるとは思うんですけど、新井選手はね本当に自分広島純正やってて今一番欲しいですね。サードがね埋まってないんですよねっていう形で、ちょっと完全にここは自分の欲望になってしまうんですけど、新井選手予想しますというところで出てきてくださいっていう感じですね。まあどっちかといえば広島で出てきてほしいかな。阪神純正もやってるんですけど、うん、阪神はめちゃくちゃ多いのでサードの候補ね、広島で出てきてほしいなっていう感じですね。では次行きましょう。阪神わかんないですけどね、サードで出るか。続いて中日は又吉選手予想します。能力見ていきましょう。9位78、制球78、スタミナ68っていうところですね。ちょっとねこの能力かわかんないですね。でも適正が中継ぎっていうところで、球種見ていくとストレート、カットボール、チェンジアップ、高速シンカー、シュートにスライダーっていう形ですね。で特殊能力が伸び20丸、タイピンチ回、奪三振っていうところで、この年がキャリアハイなんかな、そうっぽいっすねっていうところで、もしかしたらねこのホークス版に似た能力で出てきてくれるかもしれないっすね。だとしたら中日純正の方欲しい方多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、超タイピンチでねもしかしたら出てきてくれるんじゃないかなっていう感じではあるので、移籍1年目ですよねここ。うん、これ中日時代の成績だと思うんで、まあ、もしこのね球種とか特殊能力で出たらですね、中日純正の方欲しい方多いんじゃないかなというところで今回予想しましたっていう感じですね。まあ1年空いたっていうところで可能性はかなり高いんじゃないかなっていうところですね。はい、というわけでどうでしたかね。まあ本当にこのね今回予想した選手が全員出たら豪華すぎるってなるとは思うので、全然外れるとは思うんですけど、まあ自分がね紹介したい選手だったりを軽くご紹介していったんで、まあ、今回ねご紹介した選手なんかを獲得していったら、まあ確実にオーダー強化につながるところではあるとは思うので、まあ、ぜひ参考にしながらね、まあ、今回予想っていう形なので、まあ、一応ね TS 第4弾どれくらい当たるのかなっていうふうに期待しておこうかなというふうに思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降も動画出すと思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。ではイズでした。